皆さんこんにちは。このブログは前回からの続きです。私の友達がやっているレッドウッドバレーのワイナリーに向けてレッツゴー。途中101を抜けてホープランドというところを通ります。こちらのエコテラセンターは見た目はただのボタニカルガーデンみたいなんですが、実は CBD のディスペンサリーが中にありました。中は意外と普通の植物が植えてあって、マリファナがあったりするわけではないんですけれども、ちょっと変わった人も中にいて、夜の時間は怖いかなと思いました。しばらく進むとメンドシノカウンティに入ります。ブルーレイクという綺麗な湖があって、そこのほとりで一泊しました。そしていよいよ私のお友達のワイナリーに到着です。すでに収穫が終わった後だったので、ゆっくり動物と戯れたり、美味しいご飯をみんなで食べたり、楽しい時間を過ごしました。次の宿泊はカリストーガです。今2019年10月28日現在、このエリアはとても大変なことになってるみたいです。山火事、ものすごい山火事と、あと電力を断たれた町や村がたくさんあって、みんなとても困ってるみたいです。この辺もですね、もう真っ黒みたいです。たった1週間前にこの辺りを通っただけに、すごく心が痛みます。どうか皆さん早い回復を願ってます。その後お友達と合流して、ブエナビスタというワイナリーに来ました。このワイナリーはカリフォルニアで一番最初にハンガリー人が作ったといわれるワイナリーです。ワインテイスティングも楽しいんですけれど、私たちは作る工程を見るのがとても好きなので、頼み込んで中を見せていただきました。次に私たちが来たのはバーソロミューというワイナリーです。こちらはすごく長い歴史があるみたいで、中に入っても、ワインの木を触ってもとても古くて良いものを感じました。個人的にはこちらのワイナリーが一番好きでした。お花も植わってて穏やかで落ち着きがあって、すごくいいエネルギーを感じました。
It's amazing that this was all his.101を下ってまたサンフランシスコに戻ってくる途中に私たちの友達のお家が売りに出ているということで見に行ってきました。オークランドについてまた違うお友達と合流しました。サンフランシスコの街 LA にもあったんですけれど、こういう乗り物シェアリングエコノミーなんでしょうか、たくさん見かけたので友達に使い方を教わりました。近所でやっているイベントがあったので歩いて行ってみました。そこには盆栽ガーデンなるものがあって、ブーゲンビリアとかメープルとか聞いたことがないような日本にはない植木がたくさんあって面白かったです。以上です。とっても楽しいサンフランシスコでした。ではまた次回、バイバイ。